さあ新三国無双3をやっていきましょうか。前回ね繁盛争奪戦クリアしたので、今回はガッピーの戦いですね。魏は五軍の反抗を許さなかった。繁盛を堅守したことで側面から攻撃される心配はなくなった。石帝の謀略を破ったことで十分な兵力を合肥に集められた。五軍は策を全て破られて思惑が外れ、なすすべもなく撤退する。孫権は総力戦を覚悟し全兵力をまとめて再び天行を立った。長江を越え五軍が合肥城に迫る。ということで合肥の戦いです。まあ、前のステージ2つクリアしてるので多少は楽になってるかなと。でまあ合肥といえばね、まあもう文苑よ、文苑、超文苑よ。まあまず第11武器の神竜高連刀、カッタンがあるのか。まあまあまあ青竜ってあるけど、まあ、無双でダメージを与えていくっていう感じかな。いや辛いけどヒレアブリ持っていくわ。超量はね雷じゃないかな。やっぱ範囲広いですし、雷一択かな。装備これでいいかな。ただねガッピのね義軍ってね難しいんですよ、ここ。まあ無双モードだから多少は難易度緩和されてるとはいえ、ハイパー化が孫権と、孫権2人いて、リクソン、太子寺、カンネ、4人ハイパー化してるんだっけな。で味方のね、味方も結構ね士気下がって敗走する時があるんで、まあ難しいっすね。ガッピの曲は最高だけどね。ガッピを五に奪われるわけにはいかん。何としてでも守り抜くのだ。長領殿には少子郷を渡り、対岸に孫権を誘い込んでもらう。そうとしてもこいつは見せてやる。長領と、あれ一騎打ち起きるはずなんだよ。腕に自信があるならかかってこい。強いんだよな。勝負ということか。よかろう。マジか、ガードされちゃうか。どうしようかな。カウンターで最後仕留めたいな。いや無理だ。いやーかっきついな、これ。孫権強いな。危ない危ない。ちょっと待って、マジ危なかった。お、負けたかと思ったもん。カッタンのおかげだわ今のあれ。勝ち方がめちゃめちゃかっこ悪いな。石帝では遅れを取りましたが今度は負けませんよ。リクソン出てくるの早いな。待って、こいつら士気高すぎ。いやお前太子寺の士気やばすぎだろ。あ、太子寺もハイパー化してるんだ。そういえばすれー。いやチャージラッシュガードされるなこれ。いやこれ無双全部使い切るの恐ろしいけどな、カウンター食らったら。またしたな、改めて進軍を開始する。
いやー、いかんいかんいかん。強いな。ちょっと待って、ガッピーむずい。ガッピーの戦い難しい。なんか全然ね、自分の思い通りにならない。もうなんかさっきからね、かっこ悪い勝ち方ばっかり。え、待って、敵出てくるの早すぎじゃない？少し遅くなっちまったが、見せ場としてはちょうどいいぜ。なあ、野郎ども！ちょっと待って、君たち出てくるの早いよ。あかんあかんあかん。どうしようこれやばいぞ。ディクソンの方行った方がいいんだけど。いや、もうちょっとお前乗らせてくれよ。うわ、これやばいぞ。今の孫権の配下かな。多分ね、逆サイドがもっとやばい。花公園もやばいけど、天意の方がやばいんじゃない？嘘だろ。あれ、フリーモードの時こんなバンバン出てこなかったけどな。無双モードだとちげえんだな。私の双剣、え、ハイパー化してない。ハイパー化してない。それはでかい。ガードされちゃうからか。いや、長領のいいチャージが思いつかない。危ねえ。当たるか。オッケーオッケーオッケー。チャージ後でもいいかな。ディフェンスリバイか。これ当たる。敵将撃ち取ったり。まだ死ねません。私にはまだ。いやー、ちょっと辛いぞこれ。いやー、でもね、天意の方がやべえよ。あれ絶対あっちの方がやばい。花公園もまずいけど、この投手なんとか倒さんダメかも。つらっ、難しいなここ。まさかね、敵武将がこんなにね、どんどん来ると思わなかった。敵将撃ち取ったり。下がりすぎなんだよな芝居。芝居の士気下がりすぎ。関ねえが、いや、いるな上に。あれ、右上にもね、装甲がいるのかな多分。関連なんとかしないといけないけど、天意がここまでかとか言ってたらもうダメだ。いや、耐えなさそう装甲。え、つらー、ここいや、これ親衛隊もいねえし。さすがだ。むずっ。2分やばいな。敵将
こいつ死にたい。我らも遅れを取るな。頑張ってくれ、もう少し頑張ってくれ倉庫。マジか。チャンス。関連の周りの親衛隊なんとかして。おら。チャージさんな、当たんねえんだよな。これ倒しきれないな多分。まあ、瀕死に持っていけるだけいいか。オッケー。打ち取ったり。鈴の音が聞こえねえぜ。俺たちも遅れるな。とりあえずなんとかなったかな。今花公園と天衛は戦ってないかな。ああ天衛も今これまでかの状態だね。あぶねえ、芝居がやべえ。とりあえずここの3部署を倒しちゃおうか。いやてかね、制限時間の20分間に合うかな。これなんか間に合う気がしないんだよね。チャージ6かな。全体の士気も上がらんしな。抜けるなよ。敵将撃ち取ったり。俺たちも撃たれる。手強いな。斧はええかな。斧この拠点あった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 。この拠点落としときてえな。あんな時間に猶予がないんだよね。全部将となったらやばいな。いやー行きづらいマジで。この首やるわけにはいかん。孫権は呼んでないマジで。いやーよかったこれ防御2倍あって。やばいこいつめっちゃ攻撃してくる。敵将撃ち取ったり。よしよしとりあえず、あと馬に乗りてんだ。馬に乗れる気がしないんだよねこれ。あーマジで強いこいつの範囲。頼む邪魔しないでくれ。潔く馬に乗らせてくれ。絶対乗らせない。絶対乗らせてくれないもん。あぶねえ。待って逆サイやばい。総費大ピンチ。総費が大ピンチ。総費大ピンチ。あれ待って待って待って、黒馬足遅えな。
遅いわこの馬。頼む頼む。開いてない、開いてないのはまずい。やばい、ソーヒーやばい、本気でやばい。式ゼロなんだって。うわこれ石飛ばだな、これ石飛ばにした方がいいな。さすがに秘伝アブミはダメかもしれん。これはこれはダメだと思う、やられると思う。ソーヒーこれはやられると思う。マジで間に合う気がしねえ。遅いこの馬。お前よく耐えたな、すげえわ。絶対耐えないかと思ったもん。いやそのね、撃破してね、士気が上がってないっていうのもまあ辛い。コブ太鼓の意味をなしてない、全く。敵将撃ち取ったり。ガチ遅い。いやこれで20分で間に合わなかったらマジ石飛ばでやり直さんといけねえわ。この移動距離大事だぞマジで。移動時間か、めちゃめちゃ大事。間に合ってくれればいいけど、なんか間に合いそうにもなさそうなんだよな。孫権の配下あと2人いるだろう。よいしょ。敵将撃ち取ったり。ワンチャンこっちの方が早いね。変わらんと思うけどな。変わんないね。あれ馬乗れないよあんな状況だったら。いやそれにしても3の味方は本気で強い。あれね絶対敗走してるからね、三国2とかだったら。俺無理だと思ったもん。ソーヒーよく耐えたねあれ。もうほんとごめん、こんなにやばいと思わなかったな。なんかフリーモードと全然違いますね。ごめん、なんなら無双モードの方がやばいと思いますねこれ。こんな一気に出てくるもんなんだね。フリーの時だって一定時間ごとだったからさ、全然撃破に余裕があったんですけど、俺マジでないもんな。無双でここまで持ってけんのはでけえ。どこ行った？いやーそっちじゃないんだね、オートロック。さすがだ。ほんと今回全然士気上がらないですね。敵将撃ち取ったり。あと孫権だけ。あ、これはもう間に合うこと信じるしかねえわ。間に合ったら運が良かったな。でも孫権の戦いで長引いたら多分無理だろうな。ハイパー化してっからな。無双をうまく活用して大ダメージを狙っていくっていう感じしかなさそう。やばい、こういう時に限ってね。いけ、マジか。
出し切れる。うわ強い。打ち取ったり。少量の無双が強かった。俺が死んでも孫悟の志は。いや全然ダメ今回。いやクリアはしてるけどなんかね自分の思い通りにならないし下手だったなこれ。ただこれ20分以内に間に合ってるかどうかなんだよな。なんかもう一騎打ちもダメだったし武将戦も全然ダメだし、なんかな、なんか全然ダメでしたけど、まあ、一応生還はできてますね。いやほんと芝居の配下が危なかったマジで。絶対やられたかと思ったもん。いやだいぶ時間に余裕あったな、うん、俺いやマジ無理かなと思ったけど全然5分も余裕あったわ。6000ポイントか。いやこのボーナスが多分秘伝アブミだと思うんですよね。まあ、とりあえず今回はねここまでにしましょう。いやーちょっとこの戦いはな散々だったな。じゃあご視聴ありがとうございました。